親バカになっちゃうじゃないですか、やると早くこれ着てお出かけしたい。すっごい軽かったんですよ。こんにちは、くまみきです。今日はですね、2020年最後の今月のお気に入り購入品紹介やりたいと思います。もやさんは私の後ろに隠れるのね。チラじゃないのよ。後ろに枕があるからね、いるわけですけれども、ずれましょうかね。すいませんね、なんかずれるんですね。すいませんね。はい、というわけで皆さんお気づきでしょうか、私ともやもやペアルックでございます。なんという親バカ。というわけで1個目がこちらのニットです。もやとお揃いです。親バカ炸裂。もう超可愛くないですか。もう着てると一体化するんですよ。いやーバカだね。でもちょっと一回やってみたかった。今までペアルックとかちょっとしないようにしてたんですよ。親バカになっちゃうじゃないですか、やると。だからやんなかったんだけど、一回やってみたかった。ちょっと似たような色になっちゃったなみたいな日はあるけどさ、完全なる同じだからね、マジどうか。このニット別にペアルックどうこう関係なく可愛いと思うんですよ。無邪にね着せるの最初ちょっと女の子っぽいかなとか思ったけど、意外といい感じでね、お散歩しててもね、知らない人にあらかっこいいわねって褒めてもらったりねしています。もじゃもじゃさん、私ももじゃとおそろとか関係なくすごくいい感じにね、めっちゃ好きな色っていう、すっごいカラフルだけど落ち着いた色合いのニットでめちゃめちゃ気に入ってます。形も可愛いし、近くで見るとこんな感じで、すごい色だよね。いい感じのグラデーション。で、私はちょっとここなんもないと寂しいなって思ったので、着るときはこうやってブローチつけることが多くなりそうかなみたいな感じです。こちらのニットはこの前のアウトレットでの Vlog と購入品の動画の時に購入してるので、よかったらそちらも合わせて見てみてください。というわけで今月は結構ねファッション系のアイテムが中心になってくるかと思うんですけど、続いてはこちらです。着物はずきさんで購入したアンティークの着物、めっちゃ可愛くない？持ってない色と柄の感じだったので即決しました。上品な色合いで、青というか緑というかそんな感じなんですけど、いやーめっちゃ綺麗だわ。早くこれ着てお出かけしたい。そう、お出かけはまだしてないの。最近急にめちゃめちゃ寒いよね。ほんと今日も寒くてめっちゃずっと家で持ってたんだけどね、でもお出かけしたいこれ着て。でこれなんか和って感じよりは結構洋風なデザインかなと思うので、まあ普通にお洋服感覚で普段着の延長線上でちょっとおしゃれ着ぐらいの感じで着れるかなと思います。で着物はずきさん友達と行って、でお互いに同じ値段のね別のものを買ってプレゼント交換っていう形をしたんですよ。あの本当は誕生日私9月で友達10月 で本当はその時期にプレゼント交換をね、するんだけど、ちょっと今年なかなかできなくて12月になっちゃって、で友達がね私に買ってくれたこのピアスがめっちゃ可愛いの。やばくない？ゆめでるさんっていうブランドのピアス、和柄の生地を使ってるんだけど洋風にもどっちにも使えるって感じのデザインになってて、ここのね生地がすごいいろんなデザインあったし、このパーツもそれぞれね違うのがいろんなのあってめちゃめちゃ可愛い良かったんですよ。やっぱ私和洋折衷のコーデとかめっちゃ好きなんで、今日とかもねこうやってつけちゃったりとか、普通のお洋服って時でもちょっと和の要素入れられるってのがすごい個人的には嬉しいなと思っています。というわけでこれからどん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 活用しようと思います。続いてはこちらです。久々にスニーカーを買いました。リーボックです。わ、めっちゃ可愛いと思ってお店で一目惚れしたんだけど、その日は買わず何日かちょっと我慢してやっぱ欲しい忘れられないと思って買ったんですけど、なんかねちょっと安く買いましたね。少し前のデザインなのかな。でも色味がなんだろう、ポップだけど落ち着いてて、ベースがね白じゃなくてちょっとアイボリーっぽい色なんですよ。そのせいかねすごいいい感じに冬服とかの色味にも馴染みやすく、とってもとっても使いやすいです。あと個人的に嬉しいというか楽だなっていうポイントが、紐結ぶんじゃなくて
ってこういうのでこう調節して、あんま引っ張りすぎるとこれポンって抜けちゃうから、それだけ気をつけなきゃいけないんだけど、これでね調整できるのですごい楽だなって思って。リーボック楽だよね。あと私わかんないんですけど、これは何ですか、ここここね今こう開いてるけど引っ張るとピッてなるの、これは何ですか何だろう、この機能は何か、ちょっとスニーカー詳しい方教えてほしいんですけど、なんだろうね。ほらここもさピンクで可愛くない、ピンクオレンジちょっとベージュっぽい色、とっても気に入ってます。あと今月もう一個靴を買ってて、こちらです、ローファー。こっちはね一目惚れでその日に決めて買ったんですけど、私こういうローファーの靴持ってなくって、でずっと欲しいな欲しいなと思いつつ買えずにいたんですけど、これ見た時にあ可愛いってまずなって、で持ち上げてみたらねすっすごい軽かったんですよ。こういう靴ってなんかちょっと重かったりとかするじゃない、でもすっごい軽くって、あこれならすごい楽なんじゃないと思って購入しました。ちなみに私これ買った時りんちゃんと一緒にお買い物行ってて、私はこのカーキのお色にして、りんちゃんは白いのっていうお揃いのお買い物をしました。最近よくお買い物に行くんで結構お揃いとか色違いとか買いがちです。これでちょっと可愛い靴下買って合わせたいなと思いつつ、靴靴下をなぜか全然買いに行けてないっていう、なんでだろう、いらない時にはめっちゃ靴下買っちゃうのに、本当に欲しい時なかなか買いに行けないっていう、なんなの靴下あるあるなの。なんかまだローファーを使ったファッションっていうんですか、それに私なんか慣れてないっていうか、慣れてないけど久々かローファー、結構ブーツとか合わせて済ませちゃうことが多いので、まだなんか靴下がないっていうのはまだ慣れてないんですけど、これからバンバン使っていきたいなと思ってます。そして最後がこちらです。 iPhone を12 Pro にしたんですけれども、そのケースとっても気に入っています。こちらがですねバンドリアっていうところのケースなんですけど、前からちょっとこういうタイプね使ってみたいなって思ってて、でストラップがついててこうカバンみたいにかけられるんですよ。で冬ってめちゃめちゃポッケ多いじゃないですかなんか上も着てコートも着てみたいな、どのポケットにスマホあるっけみたいになるのが私結構ストレスだったんですよ。だけど最近はもうこれにかけてるんで、すぐに見つかるっていうのがめちゃくちゃ楽だなと思いました。でこのケースはこんな感じで、ここにポケットがついてて、でここにねカードとかしまえるので、結構今スマホ決済でお買い物できるもの多いし、まあ、クレジットカードだったりとか、あとちょっとだけ千円札とか忍ばせたりね、いざという時のために、そんな感じでちょこっと持って、あと別で鍵持って出かければもうそれで出かけられちゃうんですよね。だからすっごい身軽になった最近、ちょっとしたお買い物とかさって出かけられてね本当にいいです。でここのストラップのところに私は AirPods Pro をこうやってかけているので、もうほんと楽。ちょっとこのケースも揃えて買っちゃおうかなって思ってる。今ね友達から譲ってもらった時のまま黒いケースを使っているので、うんって感じなんでね、これと同じケースも売ってたので買っちゃおうかな、どうしようかな。今持ち運びはしやすいけど、私今までバンカーリング使ってこうやって持ってたので、それができなくなったっていうのだけちょっと辛いかな、それに慣れすぎちゃってたから。だけどちょっと使ったらこうパッて手離したらね、こうやってかかってるから、そういう意味ではすごい楽なんで、パッて離してる時間が増えた分無駄に触らなくなったかもっていうのもちょっと最近感じてます。これそのままだと逆に重いんで、使わないときは置いとこうとか、まあ、外出たらかけとこうみたいな感じなんで、前はね気軽にこうずーっと持ってたからすぐ触ってたんだけど、必要な時だけ触るようになった。でストラップ邪魔だなって時はもうここでねカチャカチャってこれで外せるんで、まあこの状態でポケット入れたりとか結構臨機応変にねいろんな形で使うことができるので、それもねすごくいいなと思っています。はい、というわけで以上が2020年12月の購入品お気に入りでした。ちょっと今ね実は寝起きなんですよ
めちゃくちゃ昼寝しちゃった今日。ちょっと寝起きのテンションだから、ちょっとテンションが低い気が自分ではしてるんですけど、大丈夫ですかね。心はとっても興奮しながら喋ってるんですけど、追いついてないんです今体が。というわけでね、すごい今月はファッションアイテムを買い物できて大満足でございました。ちなみに今欲しいのはミニ財布です。持ってるのがすごくボロボロなんです。ミニ財布が欲しいんです。お財布ほとんど持ち歩かなくても結構生きていける感じにはなってきたけど、やっぱ必要だと思うので、はい、何かおすすめがあれば教えてください。というわけで今日の動画楽しんでいただけたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。それでは最後に今日のリップとお洋服紹介です。お洋服がドッグデプト、実はこんなところにタグがついております。そしてリップがポリカのスティックプランパーエクストラセラム2番です。よし、じゃあまた寝るわ。おやすみなさい。